はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ヘルカイザー龍です。さあ、サイバー流ストラクチャー、こちらがね、本日というかまあ今日の0時にね発売になりまして、サイバードラゴンノバがねついに実装になりました。いやかっこいいんですよノバくんね。まあそんなに強くはないけどインフィニティの下敷きになるOCG の方だとね、この上に重ねるモンスターがめちゃくちゃ強くて、でこいつはまあ下敷きと言われているんですが、まあ、リンクスではちょうどいい強さなんじゃないでしょうかと思います。で新しく追加されたこのストラクチャーの新規カードはですね、サイバーファロスっていうマジ誰やねん融合できるモンスターと、サイバードラゴンネクステア、これマジで強いです。こいつはマジで強い。今後サイバードラゴンのエース格になるでしょう、このモンスターがね。で、新規カードだとこれサイバードラゴンノバと、あとサイバーレブシステムっていう、このぐらいですかね。でですね、コアとかも再録になってるんで、サイバードラゴンが好きな方は、この、ストラクチャーを向いていただければ、あとサイバーロードもありますしね、かなり強い、ギミックになるんじゃないかなと、思うんですけれども、まあちょっと新規カードのね、効果を先に説明していくと、サイバードラゴンノバ、これはね、まあインフィニティの下敷きとして結構見てる人が多いと思うんですが、まあ効果よく読むと意外と強くて、1ターンに一度、このカードのエクシーサイを1つ除くと、墓地のサイバードラゴンを特殊召喚できるよ。はい、モンスターを増やせますね。で、2番目、1ターンに一度、手札か、自分のフィード上の表が表示のモンスターの中から、サイバードラゴンが1体を除外すると、こいつの攻撃力が2100アップします。4200になれるということですね。はい、で、丸3番、このカードが相手の効果で墓地へ送られると、クストラデッキから融合モンスター1体を機械族のやつを出せると。機械族だったら何でも出せるんで、サイバーエンドとか、まあ、キムラテックランページとか以外にも、バルバロイドとか、なんか結構面白いね、ガトリングドラゴンとか、ああいうのも一応出せるんですよね。はい。で、まあ、基本的に相手の効果で墓地へ送られるっていう方法を取らないといけないんで、まあ、相手のターンの牽制にしかならないですね、基本的には。あんまりこの効果見えながら、こいつ墓地に送ってくるやつマジでテキスト読んでないっていうだけなんで、まあ、これはまあ牽制効果として使っていく感じになりますね。まあ、OCG の方ともね、これをなんか能動的に、相手の場になんかその、竜王神とかを送りつけて、なんかこいつの丸3の効果を使ってなんかめっちゃ展開するみたいなネタデッキはあるんですけど、まあリンクスだとあんまり、まあ、牽制になるぐらいですかね。はい、まあでも割と強いです。はい、で新しく追加されたこのネクステア君がマジで強くて、これね V ジャンプの付録だったかな確か。結構ね、最近のカードなんですよ。最近っつったって 2,3 年前ぐらいだとかだと思うけど、1,2 年前ぐらいかな。このカードのカード名は、フィールド墓地に存在する限り、サイバードラゴンとして扱うと。まあ、いつもの通りの、効果を持っているのと、手札からこのカード以外のモンスターを捨てると、こいつを特殊召喚できますと。非常に簡単にね、特殊召喚ができる。で、このカードが召喚、特殊召喚に成功した場合、自分の墓地の攻守がどっちか2100の機械族を特殊召喚できる。で、この効果の使用後、自分は機械族モンスターしか特殊ができないっていう制約はついちゃうんですけど、この、3番の、効果がすごい強くて、サイバードラゴンとか、あと、まあ、キメラテックランページドラゴンとか、2100であれば何でも出せるんですよね。まあ、もちろんサイバードラゴンじゃなくてもいいんですけど、まあ、基本的にはサイバードラゴンと相性が良くて、で、まあ、サイバードラゴンとネクステアを、手札に抱えると、サイバードラゴンを捨てながら、ネクステは特殊召喚できるんで、これでサイバードラゴンを墓地から特殊召喚して、2体並べて、結構なリンク召喚とか、サイバードラゴンズイガーとかをバンバン出していくみたいな展開になるんですけれども、リンクスはこれレベルが合わないじゃないですか。リンク召喚もねえし、これどうやってやっていくかっていうと、今回ね、スキルが追加されまして、スキルの話の前に、一応レブシステムの話もするわ。レブシステムは、手札墓地からサイバードラゴンを特殊召喚できるよっていう効果ですね。手札からこいつとかも出せるんで、まあ割と、手札でかさばってるこいつとかも出せますし、あとサイバー魔法トラップなんでコアでサーチできます。はい。で、この効果で特殊召喚したモンスターは効果では破壊されないというおまけつくんで、まあ、効果そのケアをしたりとかね、いうこともできると。で、こいつとこいつでどうやってまあ展開していくかっていうことなんですが、今回ですね、新しいスキルが、実装になりまして、介護スキルですね。はい。サイバー流奥義が、規制されましたが、サイバー流進化という謎に、ちょっと強いスキルが追加されました。これランク5が、強くなればなるほど、このスキルぶっ壊れると思います。まあ、今まだね、ランク5そんなに強くないし、まあ、OCG の方でもそこまでなんか、ビバナとかぐらいかな、なんかオーパーツの。なんかあんまり強いランク5いるか、セイクリットプレアですってやつはいるわ。なんかそんなに強いイメージないんだけど、ランク5って。まあランク5強いモンスターが出てきたら、強くなるとは思う。で、このサイバー流進化っていうスキル何するかっていうと、まずズエル開始時にエマージェンシーサイバーとパワーボンドをデッキに加えると、一番下に。エマージェンシーサイバーはね、サイバードラゴン版、堕天使の追放みたいな感じの効果なんですよ。コア姫の混合角みたいな感じの何でもサーチできるカードなんで、まあ、圧倒的最強カード。これあれです。コアでサーチできます。だからコアで何でもモンスターを持ってこれるようになったっていうことですね。このスキルを使えば。で、パワーボンドはもう言わずもがないですよね。融合するときに、なんか打点が倍になるっていうカードですね。で、しかもなんかバーンダメージも受けるっていうエンドフェーズに。はい。っていう効果ですね。で、このスキルを、これが追加されるだけじゃなくて、実は、このスキル、ターン中に2度かつデュエル中に3度まで使用できるんですけども、自分のフィールドのサイバードラゴン1体を、レベルを5にできる。だから、さっき言った、ネクステアとかのレベル5にできるんですよ。だから、5を並べてランク5は簡単にできます。このスキルを使えば。だから、レベル5を並べやすくなるスキルっていうことですね。このスキルは。だから、ちなみに制約として、このスキルはドラゴン族、機械族のサイバーモンスターが12枚以上存在するデッキとかいう、なんかあまりにもやべえ、枚数を入れないといけないんですけども、この条件を満たしながら、このスキルを使って新しいデッキを作ってきたんですが、それがこのデッキですね。はい。割と強いと思うわ。うん。割と強い。まあちょっとプレイング若干あるけど、ちなみに私、リオ実況チャンネルはプレイングがないんで、なかなか使いこなしにくいんですが、意外と強いと思います。はい。使ってみて。とにかく並べます。レベル5に並べて、強引にレベル5にしたりして、ほんで、このノバとか、あとこのクリムゾンシャドウとかね、それから、アドレウス、ゼンマイオあたりを、まあ、出していく感じにしていますね。はい。キメラテックランページとか、サイバーエンドとか、まあ、ほとんど出ないんですけど、このデッキ、パワーボンドが1枚しかないし。なんですけど、一応こいつの丸3番の効果で、相手の効果で墓地を送られると、デッキから融合モンスターを出せるよっていう効果が一応あるんで、まあ、一応入ってますっていう感じですね。あんまり出ません。はい。で、なんでかっていうと、このリミット2の枠をサイバーネティックオーバーフローにガンブリしたんですよ。サイバーロードフュージョン、まあ、もちろん強いんですよ。もちろん強いんですけど、サイバーネティックオーバーフローを持ってきてコアで、で、ネクステアとサイバードラゴンになんか展開任したり、フィアーで展開任したりした方が、なんか強かったんだよね。だからなんか融合するよりも前とか後ろをなんかその臨機応変に破壊できるオーバーフローをガン積みして、でもちろん月の書とかもガン積みして、なんか相手をいなしながら、ゼンマイオの、セット破壊とか、サイバードラゴンで、まあ、その打点上げでぶん殴るとかを使ってうまいこと、戦っていくみたいなデッキにしましたね。で、一番ね、輝いて見えたカード、これです。機械複製術。これ OCG でもね、このカードめちゃくちゃ強いんですけど、この機械複製術っていうカードを使うと、サイバードラゴンコア、またはサイバードラゴンネクストやフィールドではサイバードラゴンですので、これを使うと一気にサイバードラゴンが2体展開して、で、しかもランク5でサイバードラゴンノバができるんですよ。これがね、今までできなかったんですけども、こいつがいなかったんで、これができるようになりました。はい。インフィニティが、来たらマジぶっ壊れますし、プレアデスも来たらマジでぶっ壊れるかなと思ってるんですけど、とりあえずまあ1枚しかないんでギリセーフかなって思ってますね。はい。早速ね、この最強、新サイバー流デッキ、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。多分ね、デュエルキング程度であれば、慣れると思うわ。はい、さあ、お相手のさ、妖戦獣じゃねえわ。LP 増強アルファ。何やそれ。まだまだ盛り上がるぜ。モンスターコースハービー。LP 増強アルファハービーで。スキル掘ってんのかな。まあ、ハーピーってさあ、ちなみに昨日かも動画にしたリミット発表の動画見ました皆さん。ハーピーはなんかスワローズネストだけなんかリミットにぶち込まれてましたけど、マジで多分大して入れたくないです、はい、なんでかっていうとハーピーギミックそもそも強いんで絶対大丈夫、まだ多分まだ全然参ると思う。なんかとりあえずもうわけわかんないけどこうするしかないんだね、こうするしかない。はい、あ、おお、なんか何も知れねえなおい、大丈夫か。いや、これで効果通るか。あ、通りそう、マジ通りそうなのはでけえな、通りそうなのはでけえ。これあれだな、エマージェンシーサイバー持ってくるやつだな。でいや、エマージェンシーサイバーがデュエルリンクスで発動できる日が来るとは思わなかったわ。ああ、これね最強なんでね、サイバードラゴンとかね、あと通常召喚できない機械属性、機械属モンスター、あ、なんかサイバーエルタニンとかね、ああいうの持ってこれんだよね。とりあえずコアのね、このサーチ先にねエマージェンシーサイバーが入るスキルはこれだけなんでね、はい、で、まあ、サイバードラゴンを特殊召喚していく。さあ3体並んでいく。おっと相手マジでこれ何もないけど、チェーン大丈夫。もうなんかあとこれスーパーインチキスキル見て、これレベル5にするんじゃん。でもう1回使うのよ、これ一旦に2回使えるの。これ急にねレベル全部5にできるっていうこれインチキすぎるだろあまりにも。これはゼンマイ王じゃない、さすがに何のチェーンもねえし、なんか分断とかだったらすげえめんどくさいから、とりあえずこうして、はい、LP 増強アルファハーピーはもう何飛んでくるか全然わかんないからね。ゼンマイ用の効果てか LP 増強アルファのせいでワンキル取れねえ。やばい、このスキル最強か、このスキル最強すぎないか。ああ、ネストか、なるほど、ブラックね、はいはい、了解。4000じゃない、あと300か、あと300足りねえ。おいやるな、我がやるじゃん。さあでも手札2枚でしょ、手札にはそんなに強くないんじゃないかなと思うんだけど、カリバで破壊する効果にチェーンして次の章打っていくしかない。ここでスワローズネストとか打ってくるマジ天才はあーない。オッケー、計算外いやそこそこ計算外だろ。ネクステア召喚、ネクステア召喚ヒールが足りません。で、レベルをまた5にしていく。いや、インチキすぎるだろ、このスキル。このスキルインチキすぎるだろ。プレアです、まだ。インフレティとは言わんから、プレアですくれ。サイバードラゴンドバーを特殊召喚。そしてサイバードラゴンドバーの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、墓地のサイバードラゴンモンスター1体を、墓地から特殊召喚。あれを再び、サイバードラゴンこの盤面最強。うらサイバードラゴンノワール攻撃、エターナルアルティメットエボリューションバースト。ふん、まあハッピーはマイさんで使おうぜ。さあお相手の方、クジャクマイちゃんが多いですって。カリバめちゃくちゃいますね。追悼ハーピーなのか新リミハーピーなのか宣言してほしいわ。この時期のランクマンマジでやる気起きないっていう話何回もしてるんですけど、またこの時期がやってきてしまいました。リミット発表後のランクマン、新リミットで頑張って調整している素晴らしい人と、もう未来のない旧リミットで、ゴリゴリ回してキングになりたい人と、いっぱいいるんで、それぞれの思惑が交錯し、カオスの場と化しているんで。ちなみに私はリミット発表された日からもうこの新しいねリミットでガンガン回す方がいいと思ってるタイプなんで。っていうかそもそもだって未来がないからさ、そのデッキに将来性がないから、要は使えなくなるから。だからなんか新しい、デッキの構築を、試そうぜと思うんですけど、まあね、最後だから使いたいっていう気持ちもわからんでもないから、まあなんかいろいろね、いろんな考え方はあるんですけども、マジでこの時期のランクマとりあえずめちゃくちゃ嫌だっていうことだけ言っとくわ俺は、うん、なんか使ってる方に何にも罪はないんだけどだからまあ、ランクマでやるよりも基本的にはルームで対戦していくことになると思います。この何週間か知らんけど12月の16日まで、まあ水筒デッキ使ってる人に一個言いたいことは、元カノは忘れてやっぱ先に進もう、未来を見よう元カノとの未来を断ち切って先に進もうぜっていうことだけちょっと言いたい。サイバードラゴンを局所召喚、そしてサイバードラゴンフィアーも特殊召喚していくぜ。さあサイバードラゴンを特殊召喚し、サイバードラゴンフィアーも特殊召喚されていく。レベル5とレベル4だったからレベルが合わなかったが、今まではなんとサイバードラゴンフィアーをレベル5にするとかいうぶち壊れスキル、とりあえずゼンマイ用でバック触ります。意味わかんないよね。もうもはやこうなってくるとレベルさ、レベルもうなんか2とか3とか1とかのやつ全部さ、とりあえず並べたらさ5にできるんだぜ。おかしい、因果切断強すぎ問題、因果切断強すぎ問題。なんだっけ、まあ、とりあえずネクスでしょうか。ネクス効果サイバードラゴン特集違います。まだあんのかい、まだあんのかい。あいつ強すぎだろ、魔法トラップ頭おかしいだろ。とりあえずもうサイバーに進化をもう一回ぶち込んでいくしかねえ。俺はサイバードラゴンノヴァを特殊召喚していくしかねえ。行けサイバードラゴンノヴァ、サイバードラゴンノヴァの効果発動。サイバードラゴンノヴァはオーバーレイトを使うとはいまあでも言うてオーバーフロー引いてっからまだ1あるよこれ。大丈夫、なんとかなる、なんとかなる。バウンスされないいわ、もうしょうがない。これバウンスがあるからマジで弱いんだって。この3番の効果絶対遅いわ。相手の効果で墓地へ送られると、一応サイバードラゴンノヴァってなんかそのエクストラデッキから融合の機械族モンスターを出せるっていうなんかちょっと強い効果持ってるんですけど、なんかこの除外とバウンスが無限に飛んでくる環境でそんなモンスター今更出されてもみたいなとこあるよね、今更出されてもみたいなとこあるよね。でサイバーレブシステムの効果でとりあえず下級モンスターだけぶん殴っておかないと終わり。これは単一だから無理だ。サイバードラゴンを特殊召喚していく、こうしていくしかない。まあでもね、これね、サイバーでオーバーフローっていう最強の選んで破壊カードがあるんで、なんとかなるかなと思います。はい。ターンを終了する。俺は負けたくない。俺は負けたくない。絶対に。絶対に負けたくない。1枚はまあ、万華鏡なんですので、はい。これ効果なくね、効果ねえじゃんあいつ。効果ないやんけ。サーチするカードねえかこれ。あれ瞬リミットっぽいなこのハーピー。はい SC 効果 OK。 サイバードラゴン戻します。それっちですか、なるほど。はい、でそっちを戻していく。まあでもとりあえずじゃあですね、これどっちの方がいいんだ。サイバードラゴンフィギュアネクスティアマジでどっちでもいいな。こっちの方がレベル使わなさし、これ次引いてきたらこうなるからこうだ、はい、こうだわ。はい、であとはモンスターを引けばいい。これは何らかのモンスター、もうサイバードラゴン何でもいい。レベル5のサイバードラゴンじゃなければ神ゲー、サイバードラゴンネクスティア召喚。サイバードラゴンネクスティアのレベルをなんか知んないけど強引にレベル5にしていくいやこのスキル雑すぎるだろ、このスキル雑すぎるわマジで。なんかさ、いや新しいスキル実装してくれるのはまあ嬉しいって嬉しいんだけど、なんかこういうなんかさ、そのチート級にさ雑にレベル合わせるみたいなスキルやめてくんねえかな。なんかちょっと萎えるみたいなのない。俺はこのスキルを見て若干萎えた。これはね萎えとる。はい、完成ありました。このスキルはやりすぎだね。さあお相手の方、ヘルカイザーりょうくん、サイバー流新カメラ来た来た。サイバー流新カメラ、いやなんかやっぱ表サイバーと裏サイバー組み合わせてんだよな俺。わかるこのヘルカイザーごっこ。ヘルカイザーごっこしたいなんだよね俺マジで。なんかやっぱ表と裏合わせやすくなってんだけど、今最近ちなみに OCG の方ではめちゃくちゃいっぱい強化されて、なんかサイバーダークキムやらなんやらサイバーダークホライゾンやらなんやら追加されて、なんかめっちゃ強くなってるんだけど、これネクステア、いやでもこれ破壊だろ大体破壊ってことは、これデスペラードリボルバードラゴン出せると思うんだよな多分。これデスペラードこれね、ちなみにこれデスペラードを捨ててネクステア特殊しながらデスペラードでテンパラス持ってくるっていうなんか動きは一応できるんですけど、はい、まあそんなに強くはないんですけどね、はい、まあ、結集あれば強いですね。結集あったら強いがって感じ、まあ、一応ですねサイバードラゴン、はい、いいよサイバードラゴンは。サイバードラゴンはいい、サイバードラゴンはいい。システムダウンきっしょこいつ。いやストラクチャー出たさあ当日にさシステムダウンぶっ込んでランク戦やってるやつマジできしょくない？それはないわ、それはないわマジで。いや人間のやっていいことじゃねえよこれ。こんなの許されていいのか、こんなのが許されていいのか。いや絶対許されない。サイバードラゴンノバやべえな、こっちの機械族モンスター全部除外して自分だけ機械族モンスターめっちゃ展開してるぞあいつ。サイバードラゴンノバで攻撃、サイバードラゴンノバのマジでこれに関しては本当に訴訟